イー・イブリン・ド・モーガンは、イギリスのラファエルゼンパの画家。旧姓は、イーブリン・ピカリング。両親ともに、上位中流階級の出で、父、パーシバル・ピカリング QC は、ポンテフラクトの刑事法院臨時裁判官。母、アンナ・マリア・ウィルヘルミナ・スペンサー・スタンホープは、美術家、ジョン・ロダム・スペンサー・スタンホープの姉妹で、ノーホークのレスター博・伯トーマス・コークの子孫にあたる。 15歳の時、ホームスクーリングで、スケッチのレッスンを受け始めた。17歳の誕生日の朝、イーブリンは日記にこう記している。芸術は、永遠、でも人生は短い。今それを埋め合わせしよう。私には無駄な時間はない。イーブリンは、美術学校に行かせてもらえるよう、両親を説得し出した。両親は最初それを拒んだが、1873年、 ようやく許しを得て、イーブリンはスレード美術学校に入学することができた。おじ、ジョン・ドダム・スペンサー・スタンホープも画家でイーブリンに多大な影響を与えた。イーブリンはおじの住んでいたフィレンツェをたびたび訪れたが、そこでルネサンスの巨匠たちを研究することもできた。ことにイーブリンが愛したのはサンドロ・ボッティチェッリだった。その影響でイーブリンは スレード美術学校が好む古典的なテーマから離れ、彼女独自のスタイルを作ることになった。1887年にイーブリンは陶芸家のウィリアム・ド・モーガンと結婚し、ロンドンで暮らした。1917年に夫が先立ち、その2年後の1919 19年5月2日、イーブリンはロンドンで亡くなった。遺体はサリー・州。 ウォーキング近郊のブロックウッド墓地に葬られた。ナクソス島のアリアドネ1877年、嵐の精霊1900年、フローラ1894年。ありがとうございます。